敵なあなたへ、現実シフト専門家の篠崎みどりです。では今日はですね、めちゃくちゃ運気が上がる方法についてですね、お話ししていきます。この動画を最後まであなたが見たらですね、もうすごい運気がふーって上がって最高っていう状態になると思いますので、ぜひ最後までですねご覧いただければいいかなと思います。なんでですねこの動画を撮ろうと思ったのかというと、運とは何だろうっていうところについても認識をもう一回腑に落としていただいて、みんなで知っていこうっていうのと、あとは運が良くなる行動って人類全体、地球全体が良くなる行動、そこに作用すると思っているので、みんなでやった方がいいよねっていうことでちょっと動画にしてみました。今日のポイントですね、めちゃくちゃ運を上げるにはですねどうしたらいいかっていうと、超簡単なんです。自分自身をとっても大好きになること、これだけです。これが大事なんです。なんでかっていうと、まず運っていうのは自分以外の全ての人が、存在だったり、エネルギーみたいなものでもいいですね、が上げてくれるんですよ。で、自分のことが大好きになると自分の周りの人も大好きになるんですね。自分の周りの人のことも大好きになると全てを大事にし始めるんですね。もちろん自分も含めです。で、全てを大事にし始める人は全てから大事にされる人なんです。すごい単純な話なんですけど、じゃあちょっと運ってなんだろうっていうところをですね、ちょっともう一回おさらいしてみようかなと思って私はググりました。そうするとこういう意味が出てきました。まず1つ目、人の身の上に巡り来る幸不幸を支配するっていうもので、人の意志を超越した働き、天命運命とか、で2つ目はより良い巡り合わせ、この2つが出てきたんですね。幸不幸を支配するものっていうのは人間の意志を超えたものの働きがなせる技なんですよ。そう、実はですね、あなた自身に幸せか不幸かっていう出来事、起こってくる出来事ですね、あなた自身はどうすることもできないんですよ。あなたにできるのはその出来事をいいとか悪いとか幸せとか不幸とか判断するだけなんですね。じゃあ全ての物事幸せだなって判断すればいいじゃないかっていうのが一番究極の答えではあるんですけど、私が今回伝えしたいのはそうじゃないです。そんな無理やり無理難題じゃなくていいんです。じゃあどうしたらいいのっていうところなんですけど、自分だけではない全てのエネルギーのことをやっぱり人知を超えた働きだったりするよってことを言ってるわけですよね。で、エネルギーって全てにつながってるんですよ、自分以外の全てに。まあ私はもう自分以外の全ても自分だっていうふうに解釈してしまうんですけど、でですよ、自分自身を大好きになることで自分を信じる力が強まるんですよ。自分自身信じられない人って自分のこと嫌いです、漏れなく嫌いです。で、自分自身好きな人っていうのは結構自分への信頼感っていうのは強いんですね。それが全体の起こす働きについても信頼できるようになるんですよ。さっき言ってたのは、この全体が起こすこと、現実に起こること、これっていうのはあなたにはどうすることもできないんですよ。支配コントロールすることできないんですよ。自然災害とかもそうじゃないですか。あなたがどうこうできるものじゃないんですよね。起きることは起きるんですよ。それの起きたことに対して信頼できるようになるってことです。もうちょっと噛み砕いて言うと、その起きるすべては最善なことにつながっているんだ、どんなに最悪な現実が目の前に現れたとしてもそれはやがていいことが起きるための伏線だったりするんだとか、そのための過程なんだっていうふうに信じることができるんですね。これがつまり委ねる生き方につながるんです。サレンダーにつながるんですね。全体が起こす奇跡を邪魔しない生き方になるんですね。もう委ねてしまうと、もう現実に起こっていることを完全に信頼しますと、そんな状態にしているともう全てがうまくことが運んじゃうんですね。丸く収まるんですよ。それがまあ奇跡って言われたりするんですけど、奇跡って本当にねありふれてそこかしこに起きてます。そう、あなたが邪魔さえしなければ。ポイント戻しますと、めちゃくちゃ運気を上げていくには自分自身をとっても大好きになることですよっていうことなんですね。じゃあそれどうしたらいいの、私どうしても自分のこと好きになれないんだけどっていう人も結構いると思うので、じゃあどうしたらいいかっていうのをちょっとお話ししていきます。これはどんな自分でもいいってまずは許可してあげてください。自分のことを好きじゃない人って自分に罰つけてるんです。これダメ、あれダメ、こんな自分ダメ、こんな自分ダメ、もう性格の悪い自分いていいよ、欲が深い自分いていいよ、もうちっちゃいちっちゃい考え方しかしねえなーっていう自分いていいよ、そして醜い自分いていいよ、もう何のどんな自分でも丸つけてあげてほしいんですね。で、自分がですね自分に許されるとどんどん自分のことを好きになるんですよ。それでいいんだと好きになるんですね。自分が自分に許されるとですね安心感というのも高まるんですよね。
なんでかというと、その自分が自分の最強の味方になるからなんですよ。仮にじゃああなたがたくさんの人に嫌われちゃいましたってなったとしても、自分自身がすごい大好きな状態、味方でいてくれる状態なので、もうそこに不安感というか恐れを感じる必要がなくなるんですね。結構すごいことなんですよね、最強無敵状態なので。なのでまとめますと、めちゃくちゃ運気が上がっちゃうよという方法についてお話ししてきたんですけども、伝わりましたでしょうか。自分を好きになるということがですね、すごく運気を上げていくんですね。でこれが大事な大事な一歩になるので、ぜひですね、意識的に自分を好きになって、自分にまずは許可してあげてですね、そしてどん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 好きになってあげて、もう無条件に愛してあげてください。自分のことを好きになるとメリットしかないです。なので無条件に愛してあげてください。運が上がるだけじゃなくて、いろんなものが上がりますので、そして最高にですね、もちろん運気も上げていきましょう。はい、今日の動画はいかがでしたでしょうか。少しでもですね、良かったですとか、いいなと思っていただけた方はですね、ぜひ、グッドボタンですとか、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。こちらすごく励みになりますので、ぜひ、登録、そしていいねボタンしていただけると嬉しいです。で、またですね、動画下の概要欄、こちらの方に LINE 登録のリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからもですね、登録をお願いいたします。こちらはですね、人生をよりよく生きていけるためのエッセンスを含めた限定動画をプレゼントしております。ぜひですね、こちらも受け取っていただいて、ご活用いただければ嬉しいです。そして質問や感想などはお気軽にコメント欄の方にご記入ください。できるだけですね、今後の動画にですね、反映していきますので、ぜひぜひですね、コメント欄の方もどしどしご記入いただけると嬉しいです。それでは上手に現実シフト、望む現実へシフトしていけるように、このチャンネルがお役立ちいただけるように、楽しんで私も配信していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。